劉備は生まれて初めて憎しみで戦を起こそうとしていた。関羽に続き張飛までもがこの世から去った。死ぬ時は同じと誓った兄弟が相次いで死んだ。だが関羽を討った呉、張飛の仇がいる呉はまだ存在している。劉備は諸葛亮らの制止を振り切り、大規模な呉討伐の軍を起こす。戦地の医療に渦巻くは劉備の憎悪、悲嘆、怨念。そこには大義も仁も民もなかった。ここに復讐の兵と化した職軍を悲しげに眺める職匠がいる。関羽、張飛と共に戦い抜いてきた優勝張雲である。張飛殿に申し訳が立たない。いざ劉備殿のもとへ。ここより南東で
攻撃したのも良いんですが、なんと劉備様は炎の向こうに。東に回れば南へ渡れるはず。急ぎましょう。貴殿の軍感服いたしました。私もお役に立てるよう頑張ります。これぞ天の助け、力尽頼みますと。やりました。我が陣営も規制が上がりましょう。次こそは見てみろ。我が知力でお前を倒す。敵将討ち取ったり。私の知力に勝てるとお思いか。今だ。負けではない。敵将討ち取ったり。あれは殿。急ぎ救出に向かいましょう。本部を入れてかかってきやがる。勝つことがそのまま負けではない。敵将討ち取ったり。南方の敵を抑えておくれ。
では準備が整う。怒号で敵の追撃を抑えてみましょう。ここは守りを固めるぞ。行く地を守り抜いて皇居を待つのだ。劉備殿は深い悲憤から戦を起こされました。無論正しい判断だったとは言えません。しかしこれは愛深きゆえの陣の戦。天下を降伏に導くのです。行く地域で五軍にさらなる援軍導入の気配があります。ご注意ください。私にも力がみなぎってくるのが分かります。引くことがそのまま負けではない。
討ち取りました。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。知略に勝てるとお思いか。観作殿、ご無事ですか。いい感じ。私たちが援護しますので撤退を。申し訳ありません。
だなすべきことがある。ここは引こう。敵将討ち取りました。いただきましょう。十分、ここは引きましょう。諸葛亮先生、いずれまた再戦を。しっかりと引き際を見極めましたか。周囲与門は良き光景を得ましたね。私もいずれ得たいものです。工事を託すに至る最地ある若者を。医療に失敗した劉備は大敗を喫した。趙雲、諸葛亮らの手に守られ、劉備は白帝城に交代。失意のまま病床に着いた。食帝になっても人間らしい感情を捨てなかった劉備。民の苦しみを救うために命を捧げた男、劉備。情に生きた英雄が今最後の時を迎えようとしていた。すまない、私はそなたが教えてくれた陣の世を築こうと。だが最後に支援にとらわれ、多くの兵を犠牲に。それも全て劉備殿の陣ゆえの過ち。そなたは最後まで私を支えてくれるのだな。私の後は息子の後か、劉禅が継ぐことになるだろう。だがもし劉禅が暗愚ならば、そなたか職を収めてくれ。何を。最後まで私を信じ支えてくれたそなたこそ陣の者。劉備殿、私が成し得なかった陣の世、そなたの。よくとく。遅くなってすまない。